Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回はファイナルファンタジー14はパソコンとプレステ4または5はどっちがいい？比較してみた感想というテーマでお送りします。質問相談いただいてるんで読み上げます。こんばんは。いつも動画拝見させていただいております。いきなりの質問ですが、プレステ4で今年の3月末から始めたんですが、このゲームを続けるならパソコンにした方が有利なのでしょうか？チャットやバトル、パーティー募集のおそらくリンクシェルの URL があるんですが、プレステ4だと見れないし、もやもや、見かけるたびにもやもやしてしまいます。半年くらいこのゲームを続けて、霊式や絶コンテンツにも興味が出てきたんですが、コミュニケーション手段って PS ボイスチャットなら可能なのですが、大抵ディスコードだと思うとなかなか飛び込めないんですよね。はい、このような質問があったんですけども、まずはじめに自分のプロフィールを伝えると、自分は14課金歴約5年となりますが、ほとんどはプレステ4でプレイしていて、 PC を購入したのが今年の4月頃で、そこでようやく PC 版デビューをしました。 PS4 から PC 版に移行して感じたことは、圧倒的に遊びの幅が広がります。これは自分自身がどこまで求めるかによるので、個人差は確実にあると思いますが、単純にゲームを遊ぶだけだったらプレステ4でも十分だと思います。そこで今回はそれぞれのメリットとデメリット部分を解説します。今回は自分の感想を書くのですが、視聴者の方で自分はこう感じたよというのがあればコメントして書いていただくとシェアしやすいので、お気軽にどうぞ。はい、それぞれのメリットデメリットを箇条書きにしたんで、ずらーっとね読み上げていきます。まずプレステ4かっこ5のメリット、処理落ちやラグがない、画質が綺麗、コストを抑えられる、5や SSD 積めば読み込みは早い、配信がお手軽。デメリット、ボイス機能が弱い、ゲーム以外の機能がない、プレステ4は読み込みが長い、5が確実に買えない。続いて PC 版のメリットで、細かい設定ができる、 PS 環境と変わらない操作も可能、ゲーム周辺が多機能、配信機能も豊富、画質も環境次第では最高峰で、個人的に動画編集に役立ちます。 PC 版デメリット、処理落ちやラグが発生しやすい、コストがかかる、定期的なメンテが必要ということで、ずらっとこれらが自分が体感した比較ですが、まずプレステを見てみると、とにかくゲーム機器としてはめちゃくちゃ優れていて、処理落ちやラグはほとんどありません。ネット環境によっては回線速度の問題で起きるケースも聞きますが、ゲームの処理が追いつかなくて、14が止まったりするということはほぼありません。パソコンだとよく他のアプリの兼ね合いとか、処理がね一時的に追いつかずにラグが発生したりなど、パソコンは何かしらの問題が発生するっていうことは、よく聞く話です。ゲーム内でもちょっと処理落ちがひどいので再起動してきますみたいな話ってよく聞く話です。で、自分は最新ではないのですが、ある程度新しめの、ゲーミングパソコンを購入しましたが、ウルトラワイドで最高画質にして遊んでいますが、今のところ処理落ちやフリーズは、今のところしたことはありません。いくつかアプリを起動している状態だと、一瞬だけラグが起きるということはあるんで、高難易度コンテンツでシビアな環境だとちょっとドキッとすることがあるんで、やっぱりパソコンは何かしらそういうことが起きる可能性が高いです。次に画質についてですが、プレステ4でもテレビとか環境によりますが、それなりに揃えているなら十分に綺麗で、PS5 だとね、もうさらに綺麗で 4K 画質を本格的に楽しむことが可能です。パソコンの場合は完全にお持ちのパソコンスペックによるのと、 4K 画質で最大限に楽しむのであれば、それなりのパソコンを用意しなければならず、高画質がパソコンで追いつかないのであれば、画質の設定を落として、快適に動かせるようにするという必要があります。そうなると画質はね、落ちてしまう一方、プレステ側はそのあたり気にせずに遊べるんで、安定性で言えばプレステがグッド。このあたりはパソコンのスペックになりますが、これに関しては次のテーマで、コストについて、パソコンは上を見れば青天井で、高いものを求めたらいくらでも高くなります。自分が購入したのはガレリアのパソコンで、グラフィックボードが RTX3060Ti というもので、パソコンはこのグラフィックボードがほぼ、コストがかかる部分なんですけど、最近のゲームを遊ぶならまあまあ遊べるなといった感じです。最新の大容量のゲームを最高画質の 4K で遊ぶとすると、FPS が落ちてぬるぬるゲームできないレベルなので、ゲーム性だけで言うなら
PS5 以下だと自分の持ってるパソコンでは、まあそういった感じなんじゃないかなと思います。これでも購入時約20万してるんで、まあそこそこな環境で遊ぶにはそこそこなコストがかかります。一方、プレステ側は、まあ最近だとね、プレステ5で見ると、金額がね、5万から6万と、まあパソコンと見るとかなりコストが抑えられています。とはいえ、購入が未だに抽選なので、まあ、当たらなくてどうしても購入したい方は、転売ヤーから10万近くで購入する方もね、中にはいるでしょう。それでもゲーム機器としては優秀で、まあ、下手なパソコンよりも綺麗でぬるぬる遊べるし、他のゲームタイトルも比較的遊びやすいです。ここがパソコンの弱みでもあるのですが、パソコンの場合は容量問題がつきまといます。で、ゲームにもよりますが、結構容量が多いものが多く、パソコンをゲームデバイスとして他のタイトルも複数遊ぶのであれば容量増設が必要になってきます。その場合はだいたい SSD か、まあ、ハードディスクの購入になるんですけども、ゲームを快適に遊ぶには SSD が基本になってくるんで、まあ、SSD 購入コストがさらにかかってきます。容量も複数のゲームを遊ぶなら1から 2TB は欲しくて、読み込み速度もできるだけ速いのといいので、まあ、大体1万から3万くらいかかってきます。そうなると14含め別のゲームも視野に入れてゲームだけを快適に遊びたいのであればプレステで十分というかむしろおすすめです。ただし高いパソコン、グラボに高いモニターを用意すれば、まあ、プレステ5を上回る環境にできます。プレステ側が弱い部分はボイス機能です。一応プレステの中にボイスチャットのアプリがありますが、ここではプレステ勢同士でしか会話はできません。その点パソコンはゲームと同時にディスコードアプリを起動できるんで、まあ、身軽に動けてボイスが行いやすいです。特にディスコードはボイスだけではなくゲームに特化した多機能が搭載されています。まあ、例えばスケジュールの管理がしやすかったり、グループ分けなど多種多様に使うこともできるんで、人とコミュニケーションを取る以外にも活用が可能です。これがプレステにはないのですが、まあ、スマホで代用することは可能です。自分も過去にスマホで代用していましたが、それで全然コミュニケーションは取れます。スマホは勝手が悪く音質もやや聞き取りづらいのと、指での操作なので誤操作が起きやすいっていうことがあります。自分はボイスチャットに参加したつもりが、まあ、カメラで起動しちゃってて、まあ、自宅で死んだね顔状態をさらけ出したことがあります。でここからは YouTuber としての意見ですが、配信周りは圧倒的にパソコンが楽で多機能です。プレステでもワンタッチですぐに配信できるんで、まあ、楽なんですけども、配信中にできる機能がほぼありません。例えば14の場合、ゲーム内のチャット欄などこう伏せたい場合はプレステならゲーム内の設定でチャット欄を消して、まあ、自分も見れなくする必要がありますが、まあ、パソコンなら配信アプリを使用して配信上の上からこう画像などをかぶせてカバーできるんで、こういった細かい設定ができるんで配信ならパソコンの方が圧倒的に優秀です。さらに録画した動画もそのままパソコンで編集できるんで、そのあたりめちゃくちゃ身軽です。でパソコン買うまではプレステ4で録画してスマホで編集するっていうのをやっていたので、その時と比べるとめちゃくちゃ楽になりました。保存できる容量もあるので動画素材などの管理も楽になりました。まあ、今思えばよくスマホでやってたなと思うんですけど、まあ、とはいえ今はスマホの動画編集アプリも優秀なので全然いけるということでございました。といった感じで、それぞれにメリットデメリットがあるので自分の目的に応じて使い分けるといいでしょう。パソコンを購入する目的がディスコードのためだけならちょっともったいないような気もしますが、まあ、それ以外に活用する目的があったり遊びの幅を広げたいのであればパソコンの購入を視野に入れてもいいのではないのでしょうか。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。トトトトトラトラジロー、トトトトトラトラジロー、こんな感じに生きてゆくトラジロー運動。